んちゃん、何俺の車にぶつけてくれてんねん。こら、どないしてくれんねん。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。ぶつかってきたのはそちらじゃないですか。なんやと、俺が自分から突っ込んでぶつけた言うんか、こら。こら、私が止まっていたところにあなたの車がぶつかってきたんですよ。ガタガタ抜かすなや、あんちゃん。俺はこれから 3D 映画見に行くんじゃ、ボケ。ちょっと待ってください。あの、3D 映画はちょっと後にしてもらって、ちょっと私の車弁償してくださいよ。なんか証拠でもあるんかい、こら。あるなら出してみろよ、こら。いや、証拠って言われましてもね。とりあえず車の修理で500万ぐらいでええわ。じゃあまた連絡する気に。じゃあさよなら。あ、ちょっと、 3D メガネをかけたまま行ってしまった。くそ、こんな時ドライブレコーダーがあれば。はい、どうも、担当親父でございます。はい、ね、冒頭のドラマでもありましたけれども、はい、車同士のね、事故ね、衝突、まあ、皆さんもですね、まあ、経験されたことがあるんじゃないでしょうかね。はい、でその場合ですね、まあ、過失割合というわけで、まあ、どっちがね、どのぐらい悪いかとか、そういったケースのね、話し合いになってくると思うんですけれども、で、まあ、そういった場合ですね、まあ、ね、私は止まってましたとかですね、いや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 、違うでしょう、あなたが突っ込んできたんでしょうみたいなね、言い合いとかですね、まあ、止まった止まってないみたいなね、水かけ論になっちゃうと思うんですけど、証拠が何もないとですね、まあ、最後の人も言ってましたけれども、ドライブレコーダーがですねあれば、まあ、物的証拠になるなり得るだろうということでですね、今回、私の方で紹介するのがドライブレコーダーの商品をちょっとですね紹介していきたい。まあ、このドライブレコーダーですね、まあ、なんかちょっと調べてみますと、年々ですね販売台数が伸びていっているということなので、ちょっと私もですね、まあ、以前からちょっと興味はあったんですけど、ちょっと試しにですね、安い商品をちょっと見繕ってですね、ちょっと試しにつけてみようかなと思いまして、ちょっと今回、皆さんと一緒にですね、見ていけたらなと思っております。はい、ということでですね、早速、今回もネットの方でですね、注文をしてみまして、届きました。はい、早速皆さんと一緒にですね見ていきながら開封していきたいと思います。はい、はい、じゃあ開けていきますよ。はい、箱が出てきましたね。はい、こんな感じです。これがですね、型番がですね K6000 とかっていうやつで、なんかちょっと雑誌にもなんか取り上げられたとかで、まあ安いコストのやつでは、まあ、ちょっと人気がある、まあ、性能もそこそこで人気がある商品らしいです。はい、なのでちょっとこれにしました。で、はい、本体がこんな感じですね。はいはい、まず本体と、で、これを開けると、こう台ですかね、取り付ける台と、シガーソケットと USB のケーブルですね。はい、で、説明書っていう形で以上ですね。で、これ説明書が、一応こんな感じで、日本語表記っていうのもちょっと、おすすめポイントらしいですね。まあ、メーカーは実際、なんだ、台湾のメーカーらしいんですけど、どうやらですね、ちょっと人気商品なので、偽物が非常に多く出回っているようです。はい、で、私もちょっと最初 Amazon の方を見てたんですけど、なんかレビューの方を見ますと、なんだこれはちょっとどうやら偽物ですみたいな、ちょっと
録画がきちんとされてませんとかですね、ありました。それはだいたい2000円ぐらいの値段のものだったんですけど、はい、で今回私はこれヤフーショッピングの方で、見つけたんですが、まあ私の方はこれ4480円ぐらいのやつで今回見まして、でレビューの方も400件とか入ってまして、皆さんなんかちょっと満足してらっしゃったので、まあちょっとここにしました。はいはい、ではですね、実際ちょっと本体の方に、クローズアップしていこうかなと思いますね。はい、じゃあまずちょっとこれ袋からね出してみまして、で本体、まあ一応保護フィルムがこれついてるんですね。はい、でこっちの方もカメラの方にも、同様に保護のやつがついてますね。裏面もですね、はい、まあ、ちょっとこれ角っちょなんか剥がれかけてますけど、はい、裏面が一応こんな感じですね。はい、はいはいはい、こんな感じでなんかボタンが押せるっていうことですね。はい、で実際ですね、ちょっと大きさがどのくらいかっていうことでちょっと測ってみましょうか。横が90ミリですね。はい、幅が53ミリぐらいですかね。53ミリ、はい、で厚みが 15.5 ミリぐらいですかね。で、まあポケットティッシュがちょっとちょうど近い大きさだったんで、ポケットティッシュで比べるとまあ大体こんな感じです。はい、まあそうですね、ちっちゃい方なんでしょうねきっとね、これね。はい、あのモニター一体式ですと、なんかモニター別っていうやつも分離型もあったんですけど、まあ今回ちょっとこれにしましたね。はい、で手のひらやるとまあこんな感じですかね。はい、あとですね、端子の方をちょっと言い忘れたんで、端子の方もちょっと見ていきましょうか。まずここが、HDMI の出力する端子がありますね。であと USB で、まあ、充電するときに使う USB、 あとデータ転送もするのかな、はい、USB の、端子もあります。であとここ横に、マイクロ SD カードを挿入するところがありまして、でここに電源ボタンがあると。で、まあ、これなんか強制のリセットボタンがある感じですかね。こっちは何もないですね。はい、一応こんな感じですね。であとはちょっと軽さはね、すごい軽いですね。もうなんかおもちゃみたいな感じですね。はい、うん、まあちょっとこれね、本当につくのかどうかっていう感じなんですけど、まあちょっとこれ USB つけられるんでちょっと一回つけてみますかね、もしあれでしたらね。はい、はいはい、じゃあね、これケーブル付属のやつつけて、でちょっとUSB のですねバッテリーにちょっとつなげてですね、ちょっとやってみましょうかね。はい、こんな感じでつけて、よいしょと、お、つきましたね。うん、なんか今 SD カードを入れてくださいとか出てましたけど、はい、一応こんな感じで、はい、映ってますね。まあ起動は問題なさそうです。はい、ちょっと SD カードそういえば買ったんだよな。ちょっと SD カードちょっと見てきますね。はいはい、 SD カードもですね、先ほどポストの方に投函されてましたんで、ちょっとこれ挿入してですね、実際ちょっと撮ってみた画像がですねどんな感じかちょっと見ていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうかね。はい、まあ音に関してはですね、まあいまいちかなって思いますけど、ないと思っといた方がいいかもしれないですけど、
はい、動画のですね画質に関してはちゃんとですねドライブレコーダーとしての機能は果たしてるんじゃないのかなって思います。まあ一応ですねフル HD っていう感じで歌ってますんで、はい、画質はね全然問題ないレベルじゃないかなと思いました。はい、であとは取り付けに関してもですねこれでペタって貼ってですねここでこういう感じですねこう止めるだけですし、まあ、電源もですねこれシガーソケットなんで、まあ、別にね配線細かくこう綺麗にやるとかっていうこだわりがなければこれそのままこう引っ張ってですねシガーソケット挿すだけでね、つけられますんで、まあ、全然ね、車の知識とかパーツの知識がない方でもそのままですねつけられると思いますんでいいかと思います。はい、まあ担当親父はですね完璧につけるけどねはい、興味がある方はですねぜひぜひちょっとこの後取り付けの方もですねアップしますんで見てみてください。はい、で一応まあ、価格もですね、こちら私が今回購入したのはヤフーショッピングの方で、まあ、4480円ということで、まあ、5000円をですね切る形なので、まあ試しにドライブレコーダーとはどんなもんぞやっていう感じで使う分には使ってみるね試してみるにはお手頃な形じゃないかなと思います。はい、でここからですねこういった機能が欲しいですとか上位のですねモデルに切り替えていくっていうような感じでもいいと思います。はい、では以上ドライブレコーダーの K6000 っていうやつの紹介動画でした。はい、担当エイジです。私担当親父はですね愛車の担当カスタムいじりを中心に、暮らしに役立つかもしれない、情報もですね、毎日更新を目指して、頑張って配信の方をさせていただいております。もし少しでもお気に召しましたら、チャンネル登録をしていただいてですね、新着情報なんかもチェックしていただけるとありがたいです。はい、今後ともよろしくお願いいたします。Thank you.